それではスターティングリッドご紹介いきましょう。日本ハウスホールディングス杯アトムサーキットスプリントレスシリーズ第1戦2クラス決勝ヒートスターティングリッドです。さあ先ほどの予選ヒートに次いで、独走でのトップチェッカーなるでしょうか。今日も赤いヘルメットが光っているポールポジションからスタートはゼッケン級スパイス選手。続いて2番グリッドからのスタート、やはりねこのスタートの瞬間注目をしてみていきたいところ、集中していきましょう。トップを目指してゼッケン4メビウス8号選手。3番グリッドからのスタートは先ほどの予選ヒートポジションを1つ上げてまいりました。さらにここから2段階上げていくことができるか。予選ヒートでもね非常にいい走り、ファステストをして32秒6をマークしてまいりました。ゼッケン14チャナ選手。4番グリッドからのスタート、このポジションからのスタートということになります。表彰台獲得を目指して粘りの走り、ゼッケン13佐藤健也選手。5番グリッドからのスタート、ここ一番で光る走りを見せることができるか。このポジションからゼッケン15アキラー選手。6番グリッドからのスタートはこの6番手、からのポジションという形になります。さあポジションをどこまで上げることができるか、ゼッケン1藤谷海人選手。7番グリッドからのスタート、ちょっと今日フロアないレースがね続いておりますけれども、最後有終の美飾っていただきたいところです。ゼッケン6坂下彩人選手。そして8番グリッドからのスタートは先ほどの3クラス決勝ヒートトップチェッカーとなりました、この2クラスに参戦です。ゼッケン3藤谷弘和選手。以上8台20周の決勝ヒートです。さあスタート前記念の恒例の記念撮影でございます。前行きます。はい、ご協力ありがとうございます。さあ一段と風が強くなってまいりました。さあこの決勝ヒートもこの吹いてくる風同様非常にね激しいものになるのか、それともこの風を味方につけてトップチェッカーを受けていくのは果たしてどのドライバーか。さあマシンのウォームアップを終えて8台のマシンがグリッドに戻ってまいりました。さあ2クラスの決勝ヒートまもなくスタート。さあ日曜日振り下ろされて今スタート、メビウス8号がいいスタート、メビウス8号がいいスタートを切っていった。ただスパイスがこのトップのポジションを守ってホールショット。さあ3コーナーからダブルヘアピンへと入っていく。おっとこれはどうだ、チャナがこれはポジション上げていきましたね。ポジション上げたのは佐藤健也選手、健也選手がポジションを上げていきました。ゼッケン13 3番手に浮上です。さあオープニングラップはスパイス選手、赤のヘルメットがトップで戻ってまいりました。2番手にはメビウス8号選手、3番手は佐藤健也選手です、4番手にチャナ選手、そして5番手争いがサイドバイサイドダブルヘアピン。しかしながらこれはアキラ選手ですかね、アキラ選手は5番手と思われます。そして、坂下選手がおそらくこれポジション上げてですね、かなり風が強くなってまいりました。このアトムサーキットコース上トップは依然としてスパイス選手、2番手にはメビウス8号選手、そして最終コーナーチャナがイン側からついていく。さあどうだ、ケンヤ選手とサイドバイサイド、さあこのホームストレート伸びていくのはケンヤ選手だ、ケンヤ選手が3番手。
さあただチャナ選手も狙っています。4番手さあこの3番手争いはケンヤ選手白のヘルメットが前、後ろから赤のヘルメットチャナ選手。さあ次はどこで仕掛けていくか、最終コーナーだ、最終コーナー、イン側をついていく。さあどうだ、ここは並んでいって前に出ていった、オーバーテイク完了、チャナ選手3番手に浮上。さあトップからスパイス選手、そしてメビウス8号選手、3番手にチャナ選手、4番手に佐藤健也選手、5番手にはアキラ選手ですね、5番手アキラ選手、6番手にゼッケン6の坂下選手、ポジションを一つ上げてまいりました。そして藤谷海人選手、藤谷博和選手のオーダーになっています。このあたりはね、なんかちょっとね、身内バトルみたいな感じにちょっとなっておりますけれども、さあトップのスパイス選手が大きくリードを築いていく。ラップタイムもこれ非常にいいですね、33秒0がマークされています。2番手のメビウス8号選手は33秒5というところ。さあメビウス選手もなんとかペースを上げていきたいところではありますが、なかなかこのスパイス選手を捉えるというところまではいかないでしょうか。そして3番手のチャナ選手も同様になかなかこのメビウス8号選手までは届かないかなというところ。ただ先ほどの予選ヒートもかなりこれに近いような展開にはなっていたんですね。チャナ選手が終盤追い上げてワンチャンスあればポジション入れ替わりあるかなというところまでペースを終盤上げていったのが現在3番手のチャナ選手でした。さあそのあたり見ることができるか。そして4番手争いは最終コーナーイン側をついていく。さあアキラ選手どうだ、伸びていけるか、サイドバイサイド。さあ佐藤健也選手が外側から、ただここは前に出ていった、オーバーテイクはアキラ選手、ただこれは3ワイドだ、ダブルヘアピンで3ワイド、ちょっと接触がありましたでしょうかね。ああ、ちょっと、さあこの立ち上がりを狙っていたのは藤谷海人選手、藤谷海人選手がこれは5番手のポジションです。5番手のポジションに上がってまいりました。坂下選手が6番手、藤谷博和選手が7番手、8番手に佐藤健也選手。さあ大きくポジションが入れ替わりましたコース上です。トップは依然としてスパイス選手、2番手にメビウス8号選手、3番手チャナ選手、4番手にアキラ選手ではありますが、5番手以降がまだ団子状態、坂下選手、5番手、そして藤谷博和選手が6番手、藤谷海人選手7番手、8番手に佐藤健也選手という現在のオーダーです。からこれ4番手まではポジションもほぼ変わらずというところでしょうかね。さあ5番手争い、このアトムサーキットスプリントレースシリーズは5位までが入賞という形になりますが、さあこの入賞圏内を争っていくバトルという形になります。レースは11周目、折り返しへと入ってきています。さあ後半戦です。さあトップのスパイス選手、この周は33秒0をマーク、2番手のメビウス8号選手は33秒3のラップタイム、チャナ選手は33秒2というところ。なかなかちょっとこうなってくると差が縮まってくるのがね、はっきりと分かりづらい部分ではあるんですけれども、コンマ1秒ずつ詰めていければレース最終盤でもしかすると動きがあるかもしれない、そんなね、感じではあります。さあ入賞圏内5番手争いも坂下選手、ゼッケン6の坂下選手が少し、どうですかね、頭一つ抜け出たようなそんな感じになっていますでしょうか。最終コーナー、
さあホームストレートに戻ってきております。5番手坂下選手、6番手に藤谷海人選手、7番手争いがどうだ、藤谷博和選手と佐藤健也選手、ここは健也選手が前に出ていきました。7番手に浮上です。さあそしてメビウス8号選手の後ろからチャナ選手、どうだ、この周はコンマ3秒縮めてきた。さあレース残り7周です。このペースでいくとメビウス8号選手にチャナ選手届きますね。先ほどの予選ヒートではわずかに届かずというところではありましたが、もしかするとこの決勝ヒートはあるかもしれない。さあ9コーナーのヘアピンを立ち上がって最終コーナーへと向かっていく。さあどうかな、先ほどと比べるとだいぶ差が縮まっているようなそんな感じがするところではありますが、この周もコンマ2秒詰めてきた。33秒148をマークです。チャナ選手現在3番手。さあダブルヘアピン2つ目を切り返して、さあ8コーナー9コーナーへと向かっていく。さあこの差が少しずつ縮んでいくか、ホームストレート。さあ今コントロールラインを通過してさらにコンマ2秒縮めてきた。さあ2番手争いがちょっと近づいてまいりましたよ。残り5周です。レース残り5周、トップは依然としてスパイス選手、赤のヘルメット、今9コーナーヘルメ立ち上がって最終コーナーへと向かっていきました。2番手争いです。黒のヘルメットメビウス8号に対して、さあチャナ選手がじわりじわりと差を詰めてきている最終コーナーから。さあホームストレートに戻ってきてどうだ、この2台の差、ここは差が縮まらずというところでしたでしょうか。さあただこの先ほどと比べるとかなり差が縮まってきている2番手争いです。この2台の差がかなり近いところまで来ている。さあ8コーナーから9コーナー、さあ最終コーナーに向かっていく。もうこれはあと少しで捉えるというところまで来ているぞ。最終コーナーを立ち上がって、さあホームストレート、さあチャナがインから行く、チャナがインから行く、どうでしょうか、並べるか、ここは並べず。さあただちょっと内側寄りのラインになったメビウス8号、立ち上がって外周へと入っていく。さあここで伸びていくことができれば、あるいは最終コーナーというところ。さあこの2台もテールトゥーノーズの状態、9コーナーのヘアピンを立ち上がって、さあ最終コーナーへと向かっていく。さあ最終コーナーからホームストレート、残り2周、この周は若干メビウス8号がリードを得た形になりましたでしょうか。コンマ2秒、さあダブルヘアピンの1つ目切り返して、2つ目をクリアして、さあ前回1冠へと入っていく。さあここで伸びていくテールツーノーズ。さあもうチャナ選手はどっからでも行くぞと、そんな感じであります。気合を一つ入れて最終コーナーへと入っていく2台。さあホームストレート、コントロールラインを通過して残り1周ファイナルラップへと入っていく。さあファイナルラップ、チャナももう勝負できる場所がだいぶ少なくはなってきていますが、必ずワンチャンス狙っていく。さあチャナもワンチャンス狙っていく。まずはこの前回区間から8コーナーの飛び込みか、8コーナーここは勝負できない。さあ9コーナーも厳しいか。そして、まずはスパイスが戻ってまいりました。赤のヘルメット、スパイス完全勝利でトップチェッカー。さあそして2番手争いはメビウス8号、メビウス8号がポジションを守っていった。チャナわずかに届かず。4番手にはゼッケン15ですね、ゼッケン15のアキラ選手が入っています。6番手には坂下選手。さあまずは戻ってまいりました、完全勝利という形になりました。2クラストップチェッカーはゼッケン9スパイス選手、おめでとうございます。